長野市立小町小学校は長野県長野市西小町にあった公立小学校。長野市の中心市街地に位置していた。児童水減少により東廃合の対象となり、2013年3月に閉校となった。休校地は長野市から長野県に譲渡され、長野県短期大学を4年生大学に移行させる。 形で2018年4月に開学した長野県立大学の5町キャンパス及び長野市中央公民館分室5町ホールとなっている。国鉄 D51 形状機機関車549号以下の通り通学区域が定められているが通学区域特例校であるため希望すれば市内の全域から入学することができた。 五町キャンパス2013年11月22日、長野県短期大学の4年生大学移行について検討する県立4年生大学設立準備委員会の施設整備専門部会は長野市の提案を受け五町小学校跡地を長野県立大学の五町キャンパスとして学生寮と地域貢献型の大学施設、ホールなどの敷地に充てる案を部会の意見として示した。 部会委員からは、整備にあたって樹木など跡地に残された環境や、五町小学校の歴史の保存と継承への考慮を求める意見も出された。長野県短期大学の4年生大学移行については、様々な意見が出され計画が遅延していたが、2018年4月の県立大学移行が決まり、2016年から本校跡地においても施設整備工事が行われた。 2018年4月、長野県立大学が開学し、五町キャンパスとなった。同大学は一年事前寮制となっており、五町キャンパス、小山寮などの施設が置かれている。旧五町小学校体育館は、本来の学校体育施設としての利用だけに、とどまらず、選挙時の投票所あるいは災害時の避難所等、幅広く地域に開放されてきた。こうした経緯から、 キャンパス整備に伴う体育館施設の整備は地元の要望をするところであったが、県は体育館施設を必須ではないとして見送り、コスト削減を図った。このため、長野市が主体となって五丁ホールの整備を行い、中部公民館分室という位置づけのもと、2018年4月から利用を開始した。建物は鉄骨構造の地上1階建てで、 建築面積851.21平方メートル、延べ床面積は745.55平方メートルと、球体育間の約半分の規模となっている。バレーボールコート1面分のアリーナのほか、更衣室、防災備蓄品や地域行事用品の倉庫等を備える。駐車場は7台分を確保した。掃除業費は3億4910円。施設は、 年末年始を除く通年、朝8時30分から夜9時30分まで利用可能である。なお、同ホールの騒音問題で、近隣住民と長野市との間に行政裁判が行われ、2020年6月の判決で南側と西側のすべての扉、窓を閉めることになった。そのため、感染対策、換気対策上の使用の問題がマスコミに指摘されている。 ありがとうございます。